これより会議を開きます。日程第一、国務大臣の演説に関する件、第三日。昨日に引き続き、これより順次質疑を許します。山口那津男君。私は公明党を代表し、ただいま議題となりました安倍総理の所信表明演説に対し質問いたします。質問に入る前に、この度のアルジェリアでの人質事件で亡くなられた方々およびそのご遺族に対し、衷心よりお悔やみを申し上げます。また被害に遭われた方々とご家族に心からのお見舞いを申し上げます。日本から遠く離れたアフリカで地域のために尽くされ、エネルギー供給の国益をも担ってきた志を思うとき、亡くなられた方々の無念さは計り知れません。無辜の人々を人質に取り、人命を奪う行為は絶対に許されません。海外で活躍されている邦人の保護のあり方について、政府は見直しを行い、万全を期すべきと申し上げ、後ほど改めて質問いたします。また東日本大震災の発災から間もなく1年11ヶ月になろうとしています。いまだに32万人以上の方が避難生活を送っておられます。大震災からの復興、福島の再生は政治の責任です。被災された方々のご苦労を思うとき、公明党は引き続き被災地の復興、福島の再生に全力を挙げて取り組むことをお誓い申し上げます。さて、昨年の衆院選の結果を受け、公明党は再び自民党との連立政権で日本の舵取りの一翼を担うこととなりました。選挙結果は国民の期待の表れでもあります。それを重く受け止め、期待を信頼に変えていくために、私たちは結果を出す政治を進めなければなりません。今、国民の最大の関心事は景気経済です。まずは 10.3 兆円の緊急経済対策を盛り込んだ今年度の補正予算の早期成立と迅速な執行が求められています。補正予算の内容を一言で言えば、国民の命と暮らしを守る補正予算であり、早期成立に我が党も責任を果たしてまいります。補正予算の審議に臨む総理の決意を伺います。私はこの連立政権が果たすべき役割は、政治に安定を取り戻し、確実に施策を進めることだと思っています。そのため、総理には謙虚かつ丁寧な政権運営に努めていただきたい。何も参議院で自公の議席が過半数に足りず、国会同意人事などでは野党の皆さんの協力が必要だからだ、などと足元の現実的な対応のことを申し上げるつもりはありません。この我が国が当面する難局を進むにあたって、何より政治の安定とそこから生まれる予見可能性こそが国民に希望をもたらし、政策の遂行にあたっても波及効果を生む好循環を作り出すと思うからであります。その中で公明党は幅広い合意形成に努めてまいりたいと思います。公明党は野党であった時も、東日本大震災の復興に関わる法案や社会保障と税の一体改革などについて、与野党の合意形成をリードする努力をしてきました。かつての10年に及ぶ自公の連立政権でも自民党と意見を異にすることは何度もありましたが、その都度議論を戦わせ着地点を見出してきました。新たな連立政権の下で与野党の立場を超えた幅広い合意形成の気風を養い、政治の安定を基盤にした経済再生、大震災からの復興、福島の再生を進めていく決意です。公明党はまた生活者、低所得の方々の目線を大事にしたいと思います。公明党の持ち味は、全国に3000人に上る地方議員、国会議員のネットワークを生かして、国民のニーズを捉えることです。地方議員が草の根でキャッチした課題が速やかに国政に届く。
そうした声を公明党は大事にしたい。自民党と公明党の持ち味の違いを互いに生かしてこそ、連立政権は国民の幅広いニーズに応えることができる。公明党は政権の舵取りを誤たないよう、一旦の責任を果たす覚悟で臨んでまいります。そして衆院選で国民にお訴えした日本再建に全力で取り組んでまいる決意です。先月中旬から下旬にかけ、公明党として私も含め衆参の国会議員で岩手、宮城、福島を訪問し、復興事業の現状などをつぶさに見てまいりました。その際、被災者や自治体関係者の方々から、除染がなかなか進まない、災害公営住宅の建設入居はいつになるのかなど、さまざまなご意見や要望を伺ってきました。今回の訪問を通じて改めて実感したことは、すでに震災から1年11ヶ月近く経つにもかかわらず、被災者の方々の思いとは裏腹に復興のスピード感が足りないということであります。それは未だに被災地全体で約32万人の方が、福島においては約16万人の方がふるさとを離れ、避難生活を余儀なくされているという厳しい状況に現れております。自公連立政権として、この復興の遅れを取り戻し、一日も早く被災者の実情に合った目に見える形で復興を進展させなければなりません。公明党もこれまで以上に被災者に寄り添いながら、知恵を絞り復興を加速するよう全力で取り組んでまいります。その中で、復興を遅らせている要因として、常態化している政府や自治体の専門職員等、マンパワー不足、建設資材の高騰による予算執行の停滞、縦割り行政の弊害などが指摘されています。総理は就任早々、復興庁の権限強化や復興予算枠の拡大による一層の予算措置などの方針を矢継ぎ早に指示されました。今後、その方針のもと、具体化された対策の実効性を高め、着実な復興の加速化を図るためには、復興の妨げとなっているアイロを徹底的に洗い出し、検証した上で、その根本的な解決に取り組むことが重要であると考えます。総理の見解を求めます。さて、先ほど触れた被災地への視察の中で、私は福島県の医療の中核機関である福島県立医科大学病院を訪ねました。ここでは、福島県復興計画のもと、平成28年度の完成を目指して、最先端医療設備による早期診断や早期治療、県民健康管理調査の実施、医療関連産業の振興などを担う福島国際医療科学センターの設立準備が進められております。しかし、その設立にかかる事業の具体化にあたっては、施設整備や運営に要する財源、医師等の医療人材の確保などの面で課題を抱えており、中長期的な視点に立った国による一層の支援が求められております。本センターは東北の医療拠点の拡充のみならず、震災からの復興、福島の再生の姿を全国全世界に向けて発信する主導的役割を担うものと期待されております。今後、政府として本センターの設立運営にかかる原子力災害等復興基金への積み増し予算の確保など、十分な支援を講ずる必要があると考えます。総理の見解を伺います。東日本大震災以降も、竜巻や爆弾低気圧による豪雨、豪雪に見舞われるなど、我が国は絶えず自然災害に巻き込まれる緊張感にさらされています。道路や学校、上下水道などの社会インフラは自然災害に対応する機能を備えています。しかし、その肝心の社会インフラ老朽化が進み、その機能が低下するものが増えつつあります。その象徴が中央自動車道の笹子トンネルで昨年12月に起きた天井板の落下事故です。社会インフラの強化は老朽化対策の側面と国民の命を守る観点の両面で進めなければなりません。公明党が防災・減災ニューディールと銘打った政策を提案しているのもこのためです。防災・減災ニューディールの推進にあたって、社会インフラを機能性や耐久性、防災力などの観点から見直し、補修や修繕の必要性・優先度を明示する防災・減災総点検を公明党は掲げています。今回の補正予算案には、
防災安全交付金が設けられ、補修や修繕といったハード事業はもちろんのこと、点検に代表されるソフト事業にも活用できる仕組みとなっていることは積極的に評価します。今回の交付金創設は社会インフラの維持・更新予算確保に強い懸念を持つ自治体にとって朗報であり、これまで分野ごとに行われてきた社会インフラの点検をシステム化し継続的に実施する好機でもあります。総点検の継続的・計画的な実施について総理に見解を求めます。社会インフラの機能強化がとりわけ急がれるのが首都直下地震と南海トラフ巨大地震への備えです。首都直下地震が今後30年以内に発生する確率は 70% に達し、死者数は1万1000人を超えると予想されています。南海トラフ巨大地震にあっては被災範囲が関東以西30都府県に及ぶと指摘されています。いずれの大地震でも首都機能が集中する東京に与える打撃は計り知れません。政府機能の継続が不能になる危険性も指摘されています。東日本大震災からの教訓を踏まえ、首都直下地震や南海トラフ巨大地震への対策を早期に具体化すべきと考えます。太田国土交通大臣の答弁を求めます。前政権の外交姿勢が日本外交の基軸である日米関係、近隣諸国との関係を悪化させ、外交の停滞を招いたことは周知の事実であり、早急に関係改善、相互の信頼回復を図ることが新政権にとっての大きな課題です。我が国の外交安全保障の基軸である日米同盟は、日本の安全のみならずアジア太平洋地域や世界の安定と繁栄のための公共財として極めて重要です。日米同盟により強固なものとしつつ、これを基盤に中国や韓国など近隣諸国との関係改善に取り組むことが早急に求められます。今月中に予定されているオバマ大統領との首脳会談を前に、日米関係をどのように進化させ再構築を図るのか、総理のご決意を伺います。併せて長年の懸案である普天間飛行場の移設をはじめとする沖縄の基地負担の軽減にどう取り組まれるのか、総理のお考えをお聞かせください。私は総理のご理解を賜り、1月22日から中国を訪問しました。尖閣諸島をめぐって不測の事態を招きかねない日中間の緊張を緩和し、関係の改善に向け政治対話の扉を開く一助になればとの思いからでした。25日に行われた習近平中国共産党総書記との会談では、安倍総理の親書をお渡しするとともに、日中は最も重要な二国間関係の一つであり、これからも大局的な立場で戦略的互恵関係を推進していくことで一致しました。また両国間の関係改善に向け政治指導者の役割が重要であり、対話を重ねて首脳会談に至り、安倍総理と習総書記との個人的な信頼関係を築いていただくことが重要である旨、私から申し上げ、習総書記からも両国のハイレベル指導者の交流を重視し真剣に検討したい、そのために良好な雰囲気を作り出さなければならないとの意見表明がありました。本年は日中平和友好条約締結から35周年の仮説を迎えます。その原点を再確認しつつ、新たなパートナーシップの構築に向けて、経済関係はもちろん、日中の共通の利益につながる環境や社会福祉、学術、文化、人的往来などの分野を通じて、関係をより太く、大きく改善していくことが、より安定した関係につながるものと考えますし、アメリカをはじめ多くの国々が対話による関係改善を望んでおります。ハイレベル交流を促進すべき与党指導者として、また首脳会談を実現すべき総理として、今後の日中関係改善に臨む総理の決意を伺います。日韓関係の改善も急がれます。総理が政権交代後早々に額川元財務大臣を特使として韓国に派遣されたことは、両国の関係改善を図る強い決意の表れと受け止め、次期大統領となるパク・クネ氏との首脳会談の実現に大きな期待を寄せるものです。日韓両国で新政権がスタートしたことを好機と捉え、
議員連盟の、交流なども含めた外交努力によってより良い日韓関係を築く環境づくりを進めるべきと考えますが、総理の見解を求めます。翻って外交関係の悪化は経済活動にも深刻な影響をもたらしています。その代表例が観光です。昨年9月以降、中国との関係悪化によって日本を訪れる観光客は団体客を中心に1割から3割の減少が続いています。近隣諸国との関係強化は政治分野だけでなく民間交流が果たす役割も重要なだけに憂慮せざるを得ない傾向です。そこで国土交通省は観光立国推進本部を設置して、本年の訪日外国人旅行者数の目標を1000万人と設定しスタートしました。この目標は対日感情を改善し外交関係を強化するという面からも意義あるものと考えます。中国をはじめとする訪日外国人旅行者の増加に向けた具体策を太田国土交通大臣に伺います。去る1月16日アルジェリアで発生した人質事件は日本人10名の死亡を含む多数の死傷者を出す最悪の結末となりました。尊い人命が犠牲となった卑劣なテロ行為を強く非難するとともに、テロの予防根絶に向け国際社会が結束して対応を強化する必要があります。再びこうした惨劇が繰り返されることのないよう、今回の事件の全容解明と再発防止に全力を挙げるべきです。具体的には政府による情報収集、現地にいる法人企業などへの情報提供、避難、そうしたことを迅速に行う国際連携など、在留邦人の危機管理や政府の取り組みを強化するとともに、邦人保護のあり方を含めた政府横断的な幅広い検討が必要です。またテロの温床を断つ取り組みとして、その背景にある貧困の撲滅や社会的格差の解消が長期的には重要です。本年6月に開催が予定される第5回アフリカ開発会議 TICAD5 を念頭に置いたアフリカ支援やミレニアム開発目標 MDGS の達成とポスト MDGs の検討など、人間の安全保障の推進にも力を注ぐべきです。総理の答弁を求めます。昨年の社会保障と税の一体改革により、特に子育て支援策や年金については法律による整備を含め一定の前進を図ることができました。他方、社会保障制度改革推進法に基づき設置された国民会議での議論が進められており、公明党としては特に医療や介護の改革に関し、本年8月の期限に向けて国民のための安心の社会保障制度構築に向けて精力的に議論を進めていただくことを強く期待するものであります。そうした国民会議のにおける議論を見据えつつ、何点か社会保障制度改革について申し上げたい。公明党は安心の医療の実現のために、災害医療、在宅医療、医師不足対策の充実を訴えてきました。今般の補正予算において地域医療再生基金が積み増しされ、本予算では救急医療、周産期医療の体制強化、iPS 細胞等再生医療の臨床応用に向けた人材育成や研究の加速、革新的医薬品、医療機器の開発などについても我が党の主張が反映されております。さらに公明党が強く主張してきた HIV 小児用肺炎球菌、子宮頸がんワクチンの助成及び妊婦健診の公費助成の仕組みは平成25年度より恒久化されることとなりました。平成25年度当初予算は衆議院総選挙による予算編成の遅れから暫定予算が組まれる可能性は極めて高いわけですが、これらの恒久措置が地方自治体において4月から確実に実施されるよう万全な措置を講じることを強く要請いたします。また70歳から74歳の高齢者の医療費窓口負担については、現下の経済状況に鑑み現行の1割負担に据え置くよう補正予算で措置されました。今後高額療養費制度の見直しなど低所得者対策を講じることと合わせて見直しを検討することが適当であると考えます。高齢化が進む中で介護サービスの充実確保の重要性はいよいよ増しています。訪問介護、看護サービスを大幅に拡充するなど、
地域における包括的なケアシステムの構築が急務の課題であり、サービスの提供体制を充実させていかなければなりません。特に介護人材の確保に向けてはさらなる処遇改善を進めるべきであり、次期報酬改定に向け適切に対処する必要があります。また今後増加が予想される認知症については、予防・重症化防止対策をはじめ早急な対策が不可欠です。地域における支援を強化するために認知症地域支援推進員などの支援マンパワーの拡充を図ることも大切です。一方で財源の面では介護保険制度の安定的な運営に向け必要なサービスを確保しつつ、できる限り保険料負担の増大を抑制するために公費負担の拡大も含め制度の在り方を検討していくべきと考えます。難病対策も重要です。難病患者が抱えておられる長期かつ重度の精神的身体的経済的な負担について、社会全体でどのように支えていくのか、医療費助成や助成対策対象の拡大などを含めた検討が政府において進められていますが、特に特定疾患治療研究事業については現在都道府県による超過負担となっており、これを早期に解消しなければなりません。さらに難病の原因究明と治療法の研究開発、医療提供体制の整備、在宅医療介護支援との福祉サービス、就労教育相談支援等の総合的な難病対策を推進するため、立法措置を含めた対策を講じてはどうでしょうか。公明党はがん対策基本法の立法やがん対策基本計画の策定など国を挙げての取り組みに尽力してきました。昨年決定した新基本計画においては、放射線治療などの推進、がん専門医の育成、緩和ケアの推進、がん登録を引き続き重点項目としつつ、小児がん対策やがん教育の推進などを新規に提案し前に進めさせました。このほか乳がん、子宮頸がんの検診無料クーポンを実現し、23年度からは大腸がんの検診無料クーポンも開始、平成25年度予算ではこれら従来の無料クーポンに加え、子宮頸がんの罹患率の高い年代の一部の方に HPV 検査を実施することが新たに盛り込まれました。安倍総理はがん対策基本計画策定時の総理大臣でした。2人に1人ががんになり、3人に1人ががんで亡くなるという現状を直視すれば、遅れがちながん対策のスピードアップを図るために、早期発見治療のためのがん検診受診率の向上、診断時からの緩和ケアの取り組み、がん登録の法制化など、がん対策推進基本計画を着実に実行していく必要があります。がん研究の組織と予算の集約化を図ることも含め、総理ががん対策の先頭に立つべきであると考えます。以上、暮らしの安心に関わる諸課題について総理の決意を伺います。地震大国日本において、子どもたちの命を守り、地域の防災拠点として重要な役割を担う学校施設の安全性の確保は極めて重要であり、耐震化の推進は喫緊の課題であります。公明党が与党入りして間もない2002年当時、全国の公立小中学校の耐震化率は 44.5% でした。耐震診断すらまともに実施されていない状況を重く受け止めた公明党は、学校の耐震診断や改修予算を毎年確保し、耐震化事業の国庫補助率を2分の1から3分の2に引き上げるなど、耐震化向上に一貫して取り組んできました。今回の補正予算では、学校施設の耐震化対策を中心に、天井材や内壁、照明器具、窓ガラスなどの非構造部材の耐震化、施設の老朽化対策などを前倒しで実施し、執行後には耐震化率が約 93% まで向上する見込みです。文部科学省では、公立学校施設の耐震化について平成27年度末までのできるだけ早い時期に完了させるという目標を打ち出しておりますが、非構造部材の耐震化も含め加速させるべきと考えます。総理の決意を伺います。本来子どもたちにとって学校は豊かな心を育む学びの場である、教師こそ最大の教育環境であるはずです。教育の原点は子どもたちの幸福であり、
安心して教育を受けられる体制づくりが今政治に求められています。深刻ないじめや体罰など教育現場には今子どもが安心して教育を受けられるとは言い難い課題が山積しています。いじめや体罰の問題は教育現場で未来を託す大事な子どもの命を預かっているという意識が希薄になっていることの象徴であり、大きな懸念を抱きます。教育再生を経済再生と並んで日本の最重要課題と位置づける安倍総理は、新たな教育改革構想を打ち出すための教育再生実行会議を発足させ、去る1月24日に初会合が行われました。初会合では当面はいじめや体罰問題を議論することが決まりましたが、拙速を避け迅速に対策を講じるとともに、安心して教育を受けられる体制づくりへ、教育現場に加え地域社会、保護者が一体となった中長期の対策が検討されるべきと考えます。総理の見解を伺います。政治家に対する国民の信頼なくして政治を進めることはできません。公明党は政治と金をめぐる事件疑惑の再発防止策として、秘書などの会計責任者が政治資金収支報告書の虚偽記載などの違法行為を行い、議員が相当の注意を怠った場合には監督責任ある政治家本人の責任を問い、公民権停止失職となる政治資金規正法改正案を重ねて提出し、さらに企業団体献金の禁止を主張してきました。民主党政権では政治と金の問題が相次いだにもかかわらず、クリーンな政治実現のための政治資金規正法改正は一度も行われませんでした。政権交代を果たした今こそ、政治に対する国民の信頼を取り戻そうではありませんか。かつて平成21年8月の連立与党重点政策において、自民党公明党は政治資金の透明性を確保し、悪質な違法行為を防止するため公民権停止などの制裁強化を含む法改正を実現と掲げました。今国会で法改正の実現を目指し、各党協議の立ち上げを提案しています。総理総裁としてのご決意を伺います。終わりに一言申し上げます。今国民は政治に安定を求めています。政策のブレは国民の間に不安を広げ、社会に混乱をもたらし、国際社会における日本への信頼をも揺るがしてしまいます。安定した政治と着実に取り組まれる施策こそが将来を見通せる希望につながると確信します。そのためにも結果を出す政治と謙虚かつ丁寧な政権運営、幅広い合意形成が大切であることを改めて訴え、私の質問といたします。内閣総理大臣、安倍晋三君。山口那津男議員のご質問にお答えします。補正予算の早期成立についてのお尋ねがありました。緊急経済対策を実行するための平成24年度補正予算については、国民の命と暮らしを守るインフラの再構築や子育て支援、生活空間の安全確保など国民の安心安全のための施策が重点的に盛り込まれております。本補正予算を速やかに成立させていただき、一日も早く国民の皆様にこれらの施策が届けられるよう全力を尽くしてまいります。その際ご指摘をいただきましたように、私は謙虚にそして丁寧に国政に臨んでまいりたいと思います。復興施策の検証と取り組みについてお尋ねがありました。私は就任後直ちに総点検の指示を出し、先日司令塔たる復興庁の体制の見直し、復興予算に関するフレームの見直し、復興の加速化の具体化推進、特に
既存施策の手が及んでいない部分の解消等を徹底いたしました。今後とも公明党のお知恵をいただきながら、復興庁を司令塔として、マンパワー、用地、施工確保といった継続的な課題にも対応しつつ、常に検証を怠らず現場主義に立つ迅速な対応を進めてまいります。福島国際医療科学センターについてのお尋ねがありました。福島国際医療科学センターについては、福島県からのご要望を踏まえ、政府としても福島県民健康管理基金や福島県原子力災害等復興基金への予算措置等を通じて、施設整備運営に関する支援を行ってまいりました。今後とも福島県からのご要望を踏まえながら、同センターの人材の確保など具体的な課題に応じて適切に支援を行ってまいります。社会インフラの総点検の継続的、計画的な実施についてのお尋ねがありました。我が国では、今後、老朽化した社会インフラの増加が見込まれることから、国、地方、公共団体等が社会インフラの点検に着手したところであります。その上で、社会インフラの大部分を管理する地方公共団体の点検維持更新が継続的、計画的に行われるよう、国としても今回創設する防災安全交付金による財政面での支援のほか、技術的な支援に努めてまいります。日米同盟の再構築及び沖縄の負担軽減についてのお尋ねがありました。日米同盟は日本外交の基軸であり、これを一層強化し、日米の絆を取り戻す必要があります。アジア太平洋地域の平和と繁栄を確保していくためには、政治、経済、安全保障とあらゆる面で日米両国が緊密に協力をしていくことが不可欠であり、来る日米首脳会談では、日米同盟の強化の方向性について幅広く議論し、緊密な日米同盟の復活を内外に示していく決意であります。普天間飛行場の移設を含む在日米軍再編については、現行の日米合意に従って進め、抑止力を維持しつつ、沖縄の負担軽減に全力で取り組みます。日中関係についてお尋ねがありました。日中関係は、我が国にとり最も重要な二国間関係の一つです。個別の問題があっても、関係全体に影響を及ぼさないようにコントロールしていくとの戦略的互恵関係の原点に立ち戻って、大局的観点から中国との関係を進めてまいります。先般、山口代表が訪中され、習近平総書記等と会談されましたが、このように日中間で政治レベルを含むさまざまな交流が行われることは、戦略的互恵関係の原点に立ち戻った対中関係を進める上で有利であると考えております。日韓関係に関するお尋ねがありました。韓国は我が国にとり基本的価値と利益を共有する最も重要な隣国であります。日韓間には難しい問題も存在しますが、パク次期大統領と大局的な観点から未来志向の日韓関係を構築するべく、共に努力をしていく考えであります。またご指摘のとおり、銀行流をはじめとした両国国民の相互理解や信頼の増進は、このような政府の外交努力を後押しするものとして重要な役割を果たしていると考えます。アルジェリアのテロ事件についてのお尋ねがありました。海外において邦人が安心して活動できるよう、関係省庁が参加する検証委員会において今回の事件への対応の検証をしっかり行い、平素から取るべき対策及び危機が発生した場合に在留邦人等を保護するための対策の検討に、政府一丸となって迅速に取り組んでまいります。人間の安全保障についてのお尋ねがありました。ご指摘のとおり、貧困の撲滅や格差の解消を図っていくことは、長期的な観点からテロの温床を断つ
取り組みとして重要であります。この観点からも人間の安全保障を日本外交の柱として積極的に推進していく考えであります。第5回アフリカ開発会議を通じて対アフリカ支援に積極的に取り組むとともに、ミレニアム開発目標の達成とその後継枠組みの策定に向けた国際社会の取り組みを主導してまいります。ワクチンの予防接種と妊婦健診への公費助成及び医療費窓口負担についてのお尋ねがありました。HIVワクチンなどの予防接種と妊婦健診については、来年度から恒常的な仕組みへ移行することとしており、これらの事業が安定的かつ確実に実施されるよう、地方財源を確保し、地方財政措置を講じてまいります。70歳から74歳の患者負担については、当面、1割負担を継続することとしましたが、与党をはじめ関係者の意見を十分聞きながら、低所得者対策等と合わせて検討し、早期に結論を得たいと考えております。介護職員の処遇改善についてのお尋ねがありました。介護サービスの提供体制の充実のためには、人材確保や処遇改善は重要な課題であります。これまで介護報酬改定等により、介護職員の処遇改善に取り組んでまいりましたが、今後は一体改革の中で、給付の充電化、効率化などを通じて、必要な財源を確保するとともに、キャリアパスの確立に向けた取り組みを進めることなどにより、さらなる処遇改善に取り組んでまいります。認知症施策についてお尋ねがありました。認知症施策は、高齢者の進展に応じて、認知症高齢者数の増大が見込まれる中、重要な課題であります。特に、早期の対応に主眼を置いた施策の推進とともに、認知症地域支援推進員など、認知症の人やその家族の支援に努めてまいります。介護保険制度の安定的な運営についてのお尋ねがありました。介護保険制度については、高齢化が進展する中で、必要な介護サービスを確保しつつ、その効率化及び重点化を図るとともに、国民の負担の増大を抑制していくことが重要な課題であります。政府としては、社会保障制度改革推進法に基づき、国民会議で精力的に議論するなど、持続可能な介護保険制度の構築に向け、検討を進めてまいります。難病対策についてのお尋ねがありました。現在の難病対策については、ご指摘のとおり、都道府県による超過負担の問題を含め、さまざまな課題があると考えます。政府としては、これらの課題を解決するため、難病対策委員会の提言も踏まえ、できる限り早期に、総合的かつ安定的な難病対策を構築できるよう、法制化その他、必要な措置について調整を進めてまいります。がん対策の推進についてお尋ねがありました。がん対策については、公明党のご協力をいただき、第一次安倍内閣において初めて策定したがん対策推進基本計画に基づき、総合的な取り組みを進めているところであります。ご指摘のあった、がん検診の受診率向上、緩和ケア、がん登録、がん研究等については、この基本計画に基づき、着実に推進してまいります。公立学校施設の耐震化についてお尋ねがありました。ご指摘のとおり、学校施設は子どもたちの学習、生活の場であると同時に、防災拠点の役割も果たすため、耐震化が極めて重要であります。このため、今年度補正予算案においても、耐震化に必要な予算を計上しており、予算執行後の耐震化率は約 93% に達する見込みであります。政府としては、早期の耐震化完了に向けて、屋内運動場の天井等の非構造部材の耐震対策も含め、公立学校施設の耐震化に取り組んでまいります。安心して
教育を受けられる体制づくりに向けた中長期の対策の検討についてお尋ねがありました。すべての子どもが安心して教育を受けることができるよう、教育再生実行会議においてまずはいじめ体罰の問題について速やかにご提言をいただき、対策の充実や法制化につなげるなど迅速に対応してまいります。また安心して教育を受けられる体制づくりは、私も教育現場、地域社会、保護者が一体となって社会総係で中長期にわたり行っていくことが必要であると考えております。こうした観点も踏まえながら内閣を挙げて全力で取り組んでまいります。政治資金についてお尋ねがありました。政治資金の適正な処理と透明性を確保し、政治に対する国民の信頼を得られるよう努めていくことは重要であります。公明党から政治家の監督責任を強化する法案が過去に提出されていたことは承知しております。政治資金がどのように扱われることとなるのかは、政治に大きな影響を与えることから各党各会派において真摯にご理念をいただきたいと思います。財の質問につきましては関係大臣から答弁させます。国土交通大臣、太田昭宏君。首都直下地震や南海トラフ巨大地震への対策についてお尋ねがございました。大規模な地震、津波災害の危険性に対して、防災減災対策による備えを着実に進めていくことは極めて重要な課題だと認識をしております。まず首都直下地震については、密集市街地等における大規模火災が想定されることから、住宅建築物の耐震化や不燃化などを重点的に進めていく必要がございます。また首都機能や経済活動の継続、帰宅困難者への対応など、大規模大都市特有の課題にも事前に備える対策が必要であります。次に南海トラフ巨大地震については、関東から九州の広域にわたって巨大な津波が想定されることから、避難対策や広域的な応援体制の構築に重点的に取り組む必要があります。それぞれの地震に対しては、法制度や対策について、与党においても真摯な検討が進められていると承知しており、その動きともしっかり連携を図っていきたいと考えています。今後とも関係省庁や地方自治体、民間など様々な主体と連携を図りながら、施設面でのハード対策や訓練などのソフト対策を組み合わせ、国民の命を守るために万全を期してまいりたいと思います。次に訪日外国人旅行者の増加に向けた具体策についてお尋ねがございました。訪日外国人旅行者の増加に向けた具体策としまして、東南アジアからの誘致強化など市場の拡充多様化、中国韓国市場の早期回復および個人客、ビジネス客の旅行促進、多言語による案内表示の整備、観光案内所の機能向上等、外国人旅行者が安心して滞在できる受け入れ環境づくり、首都圏空港の整備等を通じた航空路線の拡充、鉄道バスの乗車券の共通化や IC カードの普及促進、こうしたハード・ソフト一体となった総合的な取り組みを行っているところでございます。さらに本年の1000万人達成に向けまして、解決すべき様々な愛路がございます。このため国土交通省の政策を総動員することはもちろん、省庁横断的な課題について
各省庁間の連携を強化して取り組む必要があると考えております。この度新たに設置いたしました国土交通省観光立国推進本部を中心として現場や関係者の声をよく聞きながら具体的な施策を早急に検討し実施に移していきたいと考えております。